南部線のりと駅にホームドアが設置されます。JR 東日本は線路への転落、電車との接触の防止などホーム上の安全性向上のためホームドア設置を進めています。のぼりと駅のポスターによると、府中本町立川方面の1番線は今月18日に、武蔵小杉川崎方面の3番線は今月17日に設置するということです。 当駅止まりや快速列車との接続用の2番線ホームには設置されません。ホームドアは来月9日に稼働を予定するということです。上りと駅には軽量化されたスマートホームドアではなく通常のホームドアが設置されます。これで5月8日の KAB ムービーズを終わります。